クレバ城の塔のシクレバ城とは、ベラルーシのクレバ近郊に位置する城の遺構である。リトアニア大公国の君主が居住し、1385年にクレボ合同が締結された。クレバ城は、リトアニア大公ゲディミナスが、ビリニュースを守る拠点の一つとして築かせた城だと考えられている。資料に、クレバ城への言及が見られるのは、1330年代からで、ある。 1380年代初頭にリトアニア大公国で起きた内戦の舞台にもなり、1382年にリトアニア大公ケーストティスが城の地下牢に投獄され、老いのヨガイラの命令で殺害された。1385年にヨガイラとポーランド王女ヤドビガの結婚を取り決める契約がこの城で締結される。16世紀にクレバ城は、 モスクワ大公国やタタール人の包囲に何度かさらされる。18世紀末からクレバ城は重要性を失っていき、無人の城になる。同時に城の保存状態も悪化し、19世紀には近隣の人間が城に使われていた石材を持ち出すことも多々あった。第一次世界大戦の際にクレバは戦場となるが、クレバ城でも戦闘が行われた。 1929年と2004年に修復工事が行われたが、工事の成果は現れなかった。スマルホニの歴史博物館では、クレバ城に関する展示が行われている。王子のクレバ城は城壁と堀で守られ、城壁の内側には2つの塔、多くの木造住居、池が置かれていた。城壁の高さは約13メートル、厚さは約3メートルであり、 一辺の長さが80から105メートルの四辺型を作り、材料には天然の石材とレンガが使われていた。北側の隅に建てられていた塔の高さは25メートルに達していたと推定され、王族の居住地や防御施設として使用されていた。北側の塔の体格には16メートルほどの塔が建てられていたが、いずれも姿を留めておらず、規定部のみが残っている。 クレバ城には、ビリニュスに通じる、地下道、壁の中に生きたまま埋められた少女の伝説が残されているが、伝説を裏付ける証拠は見つかっていない。ありがとうございます。